はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプリやっていきたいと思います。次のイベントの情報が入ってきました。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。やべえ、来たよ来たよ。まあね、ちょっと前から噂はされていたんですけども、閻魔武道会来ました。しかも乱戦閻魔武道会ということで、バトルロイヤル形式、なんだそれ、 PUBG かフォートナイトかっていうね、まあ、そんなイベントなんですけども、夜叉閻魔降臨ということで、期間は1月1日火曜日から1月15日火曜日まで、形式はね閻魔武道会になります。もう皆さんね、閻魔武道会やったことありますでしょうか。まあない人もいると思うので、まあ動画のね終わりの方でちょっと詳しくね、そのあたりも喋っていきたいなと思います。まずはですね、今日のアプリの更新で妖怪大辞典追加がありました。なんと追加は10体になります。しかもどうなのこれ、ランク Z がまさかの2体ですよちょっと信じらんない、これ間違いかっていうね。そして SSS ランクがポカポカ薄ら影の2体、 SS ランクが不思議豪傑勇ましの3体、そして S ランクがプリチ2体の勇まし1体ということで、おいおいマジか、 A ランク B ランク C ランクどこ行ったっていうね、もう正月なんでてんこ盛りですね。とうとう S ランクが一番下のランクの時代来ちゃいましたよ。そして目玉はやはりこのヤシャエンマランク Z ですね。こちら入手方法はリンネ枠、リンネ枠ってなんだよ、いつからできたんだっていう話なんですけども、まあエンマ武道会で出てくる超強敵枠、もうあの隠しステージに出てくるやつなんて比じゃねえ、普通に倒せません、倒せない、もうそれがね来ます。必殺技は残無一戦ということで、夜叉の名を冠して登場する夜叉閻魔は最強の武器閻魔痕を手に、氷の竜と炎の竜を操って次代の閻魔大王を決める閻魔武道会では熾烈な戦いを繰り広げるという、ということで、もちろん閻魔武道会出てきます、対戦します、そしてゲットする。まさかね、夜叉閻魔ガチャはないだろう。そしてもう一体のランク Z、 こちらも非常に気になる軍神スサノオ、種族は豪傑ですね、豪傑のランク Z 来ましたね。入手方法はこちら、ガシャになります。やべえ、正直このガシャはやべえ。まあね、リミットブレイククラウドに続きランク Z のガシャなんですけども、超やばいっす。もう Y ポイント今のうちからね貯めとこわないといけない。スーさんがやっと見つけたと、草薙と呼ばれた剣を手にするとスーさんは軍神スサノオに変化、巨大な武士の姿をした妖怪ということで、こちらもね映画を見た方ならご存知じゃないかと思います。月神つくよみランク SSS ランク、種族はポカポカ族ですね。必殺技は回復プラス何かになるんじゃないかと思います。こちら入手方法は乱入ですよ、もう武道会って言ったらやっぱ乱入、乱入なしでは成り立たないっしょ。ヤマンバーのゴッドサイド、これもねまあ見た目可愛いんで非常に欲しいキャラになります。そして妖魔種族ヌラリヒョン、なんだこれは、まあ覚醒ヌラリヒョンみたいな感じかな。 SSS ランク薄ら影族、入手方法はお宝解放になります。長身で白い長髪黒い和服を着たイケメン男性というダジャレや現象などを面白おかしくキャラクターにする妖怪ウォッチの妖怪の中でも正当かつ異様な外見となっている。結界杖と呼ばれるドクロをあしらった杖を持っており、これによって結界を発生させる。やっぱヌラリヒョンも欲しいよね、基本だよね。猫王バステト、ランク SS ランク、種族は不思議族になります。入手方法はお宝解放、古代エジプト王のような偉大な猫妖怪猫股のゴッドサイド、これもね見た目可愛いんで欲しいです。天狗王クラマランク SS ランク、種族は豪傑ですね。こちら入手方法なんと乱入です。またまた乱入、何体乱入来るんだ。座敷わらしのゴッドサイド、今回ね複数の乱入があります。この後ねちょっと詳しくね説明します。これがね今回の武道会の肝かな。カマイタチランク SS ランク、種族は勇まし族になります。入手方法はガシャです。猫股のシャドウサイド、カッパー王サゴジョランク S ランク、種族はプリチー族になります。入手方法は
これもまた乱入です。カッパのゴッドサイド、北瀬ゴッドサイド、カラス天狗、ランク S ランク、種族はイサマ種族になります。入手方法はお宝解放、乱戦閻魔武道会なんですけども、バトルロイヤルに登場する妖怪すべてに勝つと優勝、優勝すると報酬がもらえます。このあたりはね、今までの武道会と同じです。まあトーナメントじゃなくてバトルロイヤルという形式取ってますけども、まあ一緒と思っていただいていいと思います。優勝回数が増えると敵が強くなってくる、報酬も良くなっていくよということで、横取りチケット、そして秘伝書などがもらえる。このあたりも今までの閻魔武道会を踏襲したものになってきます。勝つことが厳しいと思ったらギブアップしよう。そうなんですよ。優勝回数が重なるともうどん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 敵が際限なく強くなってきちゃうんで、早めにねギブアップして普通にね勝てる状態で止めておく、これもね一つの手だと思います。閻魔武道会の挑戦者に連続で勝つといいことがあるよ。負けたりギブアップすると連勝がリセットされるから注意してね、ということで、挑戦者今回ね3体あるんで連戦になります。そして勝ち進めるほど豪華なね報酬がもらえるということで、これもね、まあ、挑戦者ただでさえ強いんで、まあ、特殊能力持ち妖怪がないと、まあ、連戦はねちょっと厳しいものになるんじゃないかと思います。敵を倒すとたまにお宝が手に入る、お宝を全部集めるとレアな妖怪なども入手できるよということで、お宝集めです。お宝は他のプレイヤーから横取りしたり横取りされたりするから気をつけてねということで、横取りありモードなしモード、これもね今回も選ぶことができます。横取りありモードを選んだ方が、まあ、獲得 Y ポイントがね、まあ、2倍であったりするんで、僕はねいつも最初から横取りありモードでやってますけども、その代わりね横取られます、むっちゃ取られる。なのでここがちょっとねいつも判断迷うとこなんですよね。最初はね様子見た方がいいかもしれない、まあ、僕はね特攻しますけどね、横取り面白いんで。今回のお宝解放なんですけども、カラス天狗のお宝、必殺の秘伝書のお宝、スキルの秘伝書のお宝、そして最後がぬらりひょんのお宝となってきます。まあ、秘伝書のねお宝、まあ、非常に好評ということで今回も入れていただきました。やはり目玉はね特殊能力持ちのこのぬらりひょんだよね。これがないと、まあ、ヤシャエンマちょっとね厳しいかなと思います。まあ、ガチャからねスサノオをね引けた人はもしかしたらぬらりひょんなくてもいけるかもしれないけど、まあでもぬらりひょん欲しいよね普通にね。ちょっとね武道会の詳細話していきたいなと思います。まあ、以前にもね極妖魔界トーナメントありました。リンネ激ムズ枠で出てきて、そして挑戦者が極吹雪姫、極土の子、まあ今回もね形式的にはこれと同じような感じになってきます。ただね乱入が3体、つくよみ、クラマ、サゴジョ、そして激ムズ枠がヤシャエンマとなってきます。普通では倒せません。パワーをね封印していかないと厳しい。まあでもねプニプニ上手い人はこれ封印しなくてもね倒しちゃう人いるんだよね、すごいよね。まあ、僕はちょっと難しいんですけども、武道会ガシャ、こちらが攻略のね一番の鍵となってきます。まずはねランク Z の軍神スサノオ、こちら 0.5% となっております。まあ途中からね確率アップして 1.2% くるんですけども、まあ初っ端は 0.5% なんでどうなんだろうね。まあある程度でなんか自分でさ何回引くとか決めておいた方がいいかもしれない。3日後に来るこの確率アップのね 1.2% を待った方が、まあ、爆死を免れる出るかもしれないけど、多分ねガチャ回し出すとブレーキ効かないんで、まあ、爆死一直線みたいな、まあ、そんな感じになるかと思いますけども、まあでも楽しみだよね。まあ、最低でもね SS ランクのカマイタチ 0.66% 確率アップで 1.5%、こちらはねスタートダッシュで引きたいなと思っております。でもやべえな、今回のイベントもなんだかんだ言って100連以上回しちゃってるからね、空泣き出ていませんけども。そしてもう一つ、12月30日ニャンボ来ます。年末年始ニャンボガシャということで、これもね超やべえ。何がやばいってね、課金専用なんですけども、あもうもちろんねあの無料のニャンボコインもありますけども、課金の場合11連で6000円、6000円だよ、6000円が一瞬だからね。間違って100連とかやっちゃったら6万円一瞬です。こちらその代わりね超ハイスペック
S ランク以上確定のガチャになっております。そして SSS ランク、そして今回なんとランク Z のリンネが目玉として登場するんじゃないかと噂されております。そして今まで通り SSS ランク何回回すと確定みたいなねのがあります。ただね、10連を3回やると SSS ランク1体以上確定なんで、10連を3回ってさ1万8000円だよで SSS ランクもさ何が来るかは分かんない、まあ、しょぼキャラかもしんないし、まあでも SSS ランクでしょぼキャラはないかな。でもさ持っているキャラとね被るかもしんないんで、ちょっとねこれはね怖くてね引けません。まあでも分かんない、引いちゃうかもしんない、もうその時の気分だよね。さあざっくりねイベントの話をしましたけども、皆さんは正月のイベントどんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。